はい、こんばんは。山亮です。ということでですね、山ペディア解決、山ペディアもね、第5回放送でございますよ。もうね、早速ね、やってきますからね、いきますよ。さあ、今日もお任せ表紙をポチッといってみましょう。何が出るかな？また人物ですよ。人物、続くな。壬生正義さんということで、あ、でも今回は、三重県出身、ほうほうほう、壬生正義さん、あ、この字で壬生さんね、この字のね、壬生さんはね、呼べますよ。なぜかというとね、昔やってたね、美少女ゲームでね、片翼の天使っていうゲームがね、ウィッチさんが出ててね、ミルキーウェイっていう、ゲームで有名なウィッチさんですけどね、あそこのね、片翼の天使っていうゲームの出てくるヒロインの名前が壬生さんだったね、スポーツ少女の。この名前が壬生さんで、だからこれをね、壬生さんをね、呼びますね。なんてことを今、よくね、すっと思い出せるの。あの曲、でもね、あれのね、オープニング、本当にね、神曲だったんですよね。見えない翼っていう曲でね、奥山真由さんのね、そうそうそう、知る人ぞ知る超名曲でございますからね。また、それはそれでね、ちょっとね、やってみたいところではございますけど、音楽関係はやりにくいっていうのはありますけどね、まあ、そんなことを思い出しながら、壬生や正義さんね、1962年の11月12日生まれということですね。日本の小説家なんですね、三重県出身の小説家、当然ね、三重県でね、小説家を目指してね、愛知県人、ああ、私の第一志望校ですよ、愛知県人、愛県大ね、そう、私ね、ああ、そう、愛知県立大学ね、でも、一説あり、愛知県立大学を卒業後、京都大学に入り直し、そちらを中退。という噂もある中退。なんでそんなことになるの？で、少年マガジンの原作賞を受賞。ああ、私もね、小説家になろうと思ったけど、小説力がなくてね、原作賞ってこれやったらアイデアでね、ボンといけるかいけるんじゃねえかなと思ってね、応募したことありますけど、全然ダメでしたね。はい、1989年、アルテイシア試練。マガジンでやってたやつなんですかね。はあ、で、デビューし、ちょっと存じてないな。この作品が小説としては、事実上の初作である方。その後に、大陸消防の社長となる塚田智広が持ち込まれたアルテイシア試練の書稿を見て、天才と評したのが有名な人。有名だし、そうか、そう、有名な話らしいですよ。もちろん、何でも知ってる山田さんですか、当然知ってますよ。で、激烈な戦闘シーンと過剰なまでの流血表現を特徴とするその作風は、当時のライトノベル系ファンタジー作品群の中にあって、異色の存在だった。まあ、最近もこそ本当に減りましたけども、どうでしょう、異色って言いますけど、私の中だと当時のライトノベルっていうと、風の大陸のイメージが強いんで、あれも言うて流血表現とか結構すごかったですからね。あれ、猪俣むつみさんがね、イラストを描いていたんでね、しれっとやってますけど、結構、表現としてはなかなか、肉肉しい、ね、ね、こう、刀で、ね、切った後のね、ついた、人のね、脂肪がつくんで、ね、筋肉の脂肪がつくんで、そのままだと切りにくくなるみたいなね、ところでどういうような戦術を、みたいなね、ところとかね、結構ね、生々しくし、だから、あれで勉強にはなりましたけどね、っていう。いや、大好きなんですよ。風の大陸、一番、目で一番好きな作品ですからね。っていうのがあったりしますけど、何かありましたよ、ということですね。で、中学高校時代はいわゆる札付きの不良で、居住地域の交番勤務及び少年課の警察官のほとんどに名前を知られていた。紹介での補導歴は7回あるなかなかですね、武術好き、格闘技好きとしても知られ、自身もボクシング、柔術、何て言うんですか、これ、柔術、はい、柔術、で、やはり、そう、これ、そう術ね。柔術、そう、あ、柔術、杖術、槍術ね。いいね。で、遊軍団あるいは上級者である方、それらの経験が作品における戦闘シーンやバイオレンスシーンのリアルすぎる、描写に反映されているものと思われるそうです。本人曰く、司馬遼太郎、柴田、連三郎、それ、おめえ、ほんまにおめえ小説家目指してたんかって言われそうですけどね、柴田連三郎さんね。司馬遼太郎さん、ね、いや、いっぱい売りましたよ。何して本屋さんで働いてた時にいっぱい売れましたからね。
読んだとは言わないというかね、読もうとしたんですけどね、難しくてすぐ寝ちゃったんですよね。陳俊氏さんね、に影響を受けるとともに、北方謙三に、私塾っていう、私塾塾でしたっけ、これ、していると。まあ、個人的にね、思い入れがありますよということですね。で、また、畑違いではあるが、手塚治虫、宮崎駿を創作者として深く尊敬していることが、発言の随所から伺いしていると。はあ、ただ、その度合いはいささか常軌を逸しており、友人や周りの者には、これらの人物の名前、呼び捨てにすることを許さないほどである。はあ、今、やばいですね。私のこの動画を見られたらまずいんじゃないですか。ね。あ、もちろん、ね、尊敬はしてますけどね、今と、記事を読んでる兼ね合いでね、継承逆になってしまいましたんでね、それはね、ご勘弁いただきたいところなんですけど、で、小説家になる以前には、いや、その前に全然読めてなかったもんな、読んだこともねえとか言ったもんな、まあ、仕方ないね。ね、さまざまな職に就いていた。その職歴の中で得た料理、ギターの腕前は、玄人肌師。アパレルの、経営者だったこともあり、服飾こと婦人服に精通していると。は、また、鍵師としては開業できるほどの技術を持っている。そうなんだ。へえ、いろんなね、方いますね。三重県出身でね。ああ、すごいじゃないですか。ねえ、まあね、私もね、一応、私、小説家をね、目指して、まあ、ちょっとね、落ち着いたらね、小説投稿なんかもね、やっていこうかなっていうね、企画自体はね、考えてますけど、まあ、言うてね、今、ちょっと YouTube をね、アップロードでね、いっぱいいっぱいになってますんでね、まあ、あれですけどね、まあ、小説家目指してて話はね、まあ、いろいろとね、またね、それこそラジオの方でもね、やっていきたいなと思っておりますけどね、いや、いろんな方がいますね。まあ、当然ね、まあ、三重県出身ということでね。まあ、それはね、すごい作品を書いてるんじゃないかなと思うんですけど、なんていうの、バイオグラフィーではなくて、作品一覧、ディスコグラフィーみたいなやつは載ってないのかな？載ってないですね。ほー。おー、ね、なんですね。まあ、三重県出身の人物ってあるじゃないですかね。まあ、いつかはね、この日本の小説家ってところとね、三重県出身の人物のね、もうね、上位ね、私の名前が、まあ、絶対ね、山田なんでね、下の方に来るはずなんですけどね、なんなら50音順で、一番下に来るようにって、一時期、ワンワワワンっていう名前でね、ペンネームでね、やってみてね、全く、ね、当たりもかすりもしませんでしたけどっていう、ことがありましたけどね。そうそう、ワンワワワン。一応ね、ちょっとルビで入れときますけどね、1イコール01って書いて、1イコールだったら多分、ね、システム上の50音検索だったら絶対上に来るし、50、いわゆる ABCD のね、アルファベットの、名前順にしたら一番上に来るし、で、あの、な、に、あの、50音順にしたら、ワンワワワンだから、ワーとんだけでね、できてますから、一番下に来るやろっていうね、ことで目立つんじゃないかっていうね、ああ探偵事務所のね、逆の発想でね、やってみたことがありますけどね。まあね、そんなことを言ってる人間はね、当然ね、まともな小説が書けるはずもなくね、あれですけどね、まあ、小説ね、あでもね、いつかね、これもう載っちゃいますからね、ああね、今のうちにね、チェックしといていただきたいなと思いますけどね、まあちょっと本当にちょっと、小説書くの自体はね、嫌いじゃないでね、まあ、もともとは実はあんまり小説書くの得意じゃなかったんですけど、じゃあなんで小説読むのも嫌いで、小説書くのも得意じゃないのになんで小説家目指しとったかって言ったらね、それはちょっとね、まだ面白いね、逸話があったりしますんでね、結構ね、有名なね、それこそね、有名な作家さんにね、そうなんですよ、そういうふうにね、指導をいただいたんですよね。まあ、いや、もともとね、言っちゃうか、もうここでね、ちゃらっと話しとくと、もともとは詩人でいこうかなと思ってたんですよ。文芸部に入って文芸でね、創作活動をやってて、まあ当然小説も書いとったし、詩もね、書いてたんですよ。で、詩の方のが得意だったんですよね。まあ詩の方は結構入選とかもしてね、まあ全国大会に行ったのも詩の方の入選でしたね。一応形としては。まあ本当に形だけですけどね。まあ結構、お願いしますってね、ちょっとね、いろいろとね、教育委員会で頑張ったね、裏方として頑張ったね、結果としてね、こう、お下がりっていうか、なんかね、お情けでね、ちょっと全国大会の、選抜メンバーに選んでいただいたようなところがありますけど、まあ、そんなことは置いといてもね、そう、で、やっとって、まあ、大事でね、そのね、なんかいろいろと裏方やっとった時にね、有名な小説家で、
灰谷健次郎さんっているじゃないですか。灰谷健次郎さんをゲストに招いて講演会をしようっていうようなやつがあって、それの実行委員長をね、やったことあるんですけどね。まあ、見事にね、私、なんとね、その灰谷健次郎さんの作品すら知りませんでしたからね。ね、それでね、まあまあね、非常にね、失礼なことをね、言いまくった挙句に大喧嘩をしてね、大変なことになったということがありますけどね。まあ、その後、ご飯ごちそうになりましてね、散々怒られましたけどね。まあまあ、そんなことは置いといて。まあ、その後、灰谷さんの作品は読みましたよ。まあね、読んでね、一応さ、あの、そう。一応サイン会に行ってですよ、その後サイン会に行ったような、前作から読みましたよって、まあ私の方が面白い作品書けるんじゃないかな、将来的には、なんてね、強がりを言いながらね、やってましたけどね、まあ懐かしい話です。あ、で、そうそう、灰谷さんと会った時と話しとった時には、まだね、でも小説家としては自分ではどうなるかなっていうところがあったんですけどね、その後、灰谷さんとは別でね、谷川俊太郎さんって、これまた有名な詩人さんですよね。とね、なんとね、ちょっとね、軽くお食事をね、軽食をね、一緒にさせてもらう機会がね、実はありましてね。まあまあ、それはいろいろと私も頑張ったのも頑張ったんですけど、いろいろとね、動いてね。で、ちょっと谷川俊太郎さんとね、お話しさせてもらうことがあって、その時に相談したんですよね。その小説家がその詩人かって言われたら、結局やっぱ小説では苦手やから、詩人として食ってた方がいいんやろか、いいですかね、そっちの方で目指した方がいいんですかねって相談をした時に、もう絶対小説家になる気になって言われたんですよね。まあ、その得意不得手はあるかもしれんけど、まあ、簡単に言うと詩人で食えるのは本当に一握りやぞと、いう話でね、もう本当に、だってな、詩人だけでね、そのバシッと食っていけるって言ったら、俵万智か俺かとかね、いう話で、まあ確かにそうなんですよね。で、まあ、小説もやっぱ書けやんと、飯を食っていくっていうふうになると、やっぱ小説が書けた方のが、そこそこ書けたら小説家は一応食ってはいけるぞということでね、食っていくことを考えるんやったら小説の腕を磨いときなさいって言われてね、ああ、なるほどなと思って、それからね、ちょっと本格的に小説を、まあ、それまでもネタは考えてはおったんですけどね、やけど、まあ、本格的に小説を書いてみるかって言ってね、まあ、それまでも書いてもらえたけど、まあ、書くようになったっていう、経緯でございますね。そんなこともあります。意外と、ちゃんとした作家さんの名前出てくるんでしょ。ただ、そうそうそう。昔はね、いろいろとやってましたからね。なんてね、ことを言いながらね。まあ、一応その時に、だから立ち上げたのが、前後どっちだったっけな。先にサークル立ち上げたわ。サークルを立ち上げたその月のうちに、その谷川さんと会う機会があって、ね、四日市の市内なんですけどね、そうそう、谷川さんが来るっていうのをね、聞きつけてね、まあ、いろいろとその、大会みたいなのがあってね、それにも私は参加して、まあ、実はその大会でね、私は予選落ちでね、フルボッコだったわけでございますけどね、その大会で、ね、何してね、まさにその、ほとんどの人が食っていけないという詩人の世界でね、食っていけるね、逸材がね、同い年の人でね、いたっていうね、衝撃を受けましてね、あ、そう、あれもね、大きかった。その詩の朗読大会で、詩のボクシングっていう大会でね、やったんですけどね、そう、地方大会ですよ。だってもう四日市の片隅でやる地方大会ですよ。で、地方大会に出てったら、同い年の子がいてね、そうそうそう、高校生、当時高校生だったんですけど、同い年の子がいて、出ててね、めちゃくちゃすごい朗読するわけですよ。地方大会のところで同い年でこのレベルな、俺絶対無理やんと。心をボキボキに折られてね、で、まあ、その後、そのままね、ちょっと、谷川さんとお会いして、話を聞いて、ね、そうだよな。これはちょっと、詩の世界で食っていくのは難しいかなっていうね、思ってたところだったんでね。ちなみに、その方、プロになって、今、絵本作家やってるんだったっけな。っていう、ことでございますね。バリバリ、本当に、地方大会で見てきたんです、ね、その出てきたんですけど、本当の、いわゆる、超新星っていうね、方でね、もうそのまま、全国大会も、そのまんま全国の猛者、プロの詩人とかを、フルボッコにして、優勝したっていうね、史上最年少だったかな、優勝したっていうね、方がね、いましたね。いや、一応ね、ちょっと話しました。その時にね、同い年っていうこともあってね、文芸連の方に入ってなかったんだよな、四日市高校の子でね。そう、四日市高校は文芸連に入ってるけど、文芸部がないのね。そう、四日市高校は。で、難攻、私難攻だったんで、まあ文芸連とかでもやってたんで、
まあ、その兼ね合いでね、やはりちょっとこれね、ちょっと文献でも一応ね、いわゆる既得権益じゃないですか。既得権益の、ね、まあ、代表的なところを兼ねてますからね、政党実行委員長とかもやってましたからね、これ一つ、ね、あの頃で言うとね、四日市南高と松坂高校と都東がね、大体ね、わー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 、にぎやかに文芸部は中心にやっておって、他にも鳥羽高校とかね、まあ、当然、全国の、三重県のね、あらゆる、文芸、部の部活動が集まってたわけでございますけどね、まあ一応ね、まあ代表的な立場ですね。ここはね、ちょっとビシッとね、君と関東では、もうね、思考だからってね、ビビってきゃいけませんよ。何せ難航ですからね。ね、ということで、行ったり、なんていうことも言いましたけどね、いや、まあ、これかなわんなと、すぐに誘いましたけどね、うん。そんなこともありましたね。そんな昔話なんかもして、まあね、ことはね、懐かしい思い出の話もしながら、意外と言ったら15分話したら。ということで、前とか私もこのね、三重県出身のね、小説家、三重県出身の人物、日本の小説家にね、名を連ねるようなね、人物にね、なろうとね、改めて思い直しながらね、今日もまた一つ、新しい知識が身につきましたね。ということで、この動画ね、これぐらいで締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。